オセロ。オセロは、それぞれ黒と白の石を担当する二人のプレイヤーが、自分の石で相手の石を挟んで、自分の石に変えるという条件のもとに、交互に盤面へ石を打っていき、最終的にどちらの石が盤面に多く置かれるかを競うボードゲームである。オセロ。オセロは、メガハウス、旧、筑オリジナルの登録商標であるため、他社製品では、 ほぼ同一のゲームであっても原則として別の名称が使われる。例としてリバーシや白黒ゲームなどの別名がある。ただし本来リバーシはオセロの原型となったゲームあるいはよく似た別のゲームの名前でありオセロの別名ではない詳しくは口述する。また NHK でもかつては同様の理由から白と黒の石を取り合うゲームなどと言い換えていたが 2018年の世界オセロ選手権大会ではオセロと報道するようになっている。オセロは二人では有限確定完全情報ゲームに分類され、囲碁、将棋、チスなどと同様、運の要素がなく、二人のプレイヤーが互いの知恵を絞って実力だけを頼りに勝敗を決するゲームである。単純明快なルールでありながら人間がゲーム機の全展開を 把握可能な程度を超えており、コンピュータが発達した2019年現在でも、なお完全解析がなされていないほどの奥深さがある。このことを端的に表した、覚えるのに1分、極めるのに一生という言葉がキャッチフレーズとなっている。オセロは一般にゲームの基本ルールのみならず、名称や用具のデザインまでをも含めたパッケージ全体を指す。このパッケージは、 製薬会社社員で、ボードゲーム研究家の長谷川五郎が1970年頃、東京都で開発し、1973年に、くだオリジナル、現、メガハウスから発売されたものである。ゲームの基本ルール自体は、それ以前に考案されたものと同様であり、オセロの原型は、ジョン・モレット、ジョン・モレットとルイス・ウォーターマン、ルイス・ウォーターマンが19世紀に、イギリスで考案したリバーシュという、 ゲーム、あるいは1945年に幼少期の長谷川本人が、水戸市で考案した、ハサミゴというゲームのどちらかとされる。リバーシとハサミゴのうち、どちらが直接的なオセロの発祥であるのかについては、長谷川自身の発言が一定しないため、不明である。オセロは、それぞれ黒と白を自分の色とする二人のプレイヤーが、交互に盤面に石を打ち合って、 最終的に自分の色の石の数が多い方が勝ちとなる。この際、自分の色の石で挟むことによって、相手の色の石を自分の色に変えることができるというのが最大の特徴である。オセロでは、素早く盤上の石の色を変更できるようにするため、表裏が黒白に塗り分けられた平たい石を用いる。また、盤面は、八八の正方形のマス目が描かれた緑色の、 物を用いる。なお、グランドオセロや、エイトスターズオセロなどと呼ばれる蜂以外の特殊な盤面を用いるものもある。オセロという名称は、イギリスの劇作家、シェイクスピアの戯曲、オセロに由来する。これは、緑の平原が広がるイギリスを舞台にして、黒人の将軍、オセロと白人の妻、デズデモーナを中に、敵味方が目まぐるしく寝返るという戯曲のストーリーに、 緑の盤面上で黒白の石がひっくり返って形勢が変わっていくゲーム性をなぞらえたものである。オセロの競技人口は長谷川によると2001年頃の時点で約6000万人である公益財団法人日本生産性本部予科総研が発行しているレジャー白書によれば将棋の競技人口は約600万人以後の競技人口は 約220万人、チスの競技人口は調査対象外となっており、これらを上回っていると、長谷川は主張している。ただし、レジャー白書では1年以内に実際に遊んだものを、競技者とで数えている一方、長谷川は、オセロのルールを知るものすべてを競技者として推計しているため、同じ条件で比較されたものではない。元津下オリジナルの枠井武氏は、オセロが、 ロングセラーとなった要因に対象年齢が幅広いことを挙げている。実際に小学校の教室、老人ホーム、デイサービスセンターなどにもオセロ版が設置されていることがあり、休み時間の子供たちや高齢者もゲームを楽しんでいる。なお、2019年2月現在確認されている最高齢競技者は日本の田中歌氏116歳である。オセロは 黒と白の石を用いるが、プレイヤーの手伝いは、黒を担当するプレイヤーが先手、白を担当するプレイヤーが後手というように色と合わせて定められている。手番を含めた両プレイヤーの地位をそれぞれ黒番、白番と呼ぶ。黒番、白番は、ゲーム開始前に何らかの方法で決定する必要がある。一般的には、じゃんけんなどの簡易な方法で決められることもあるが、 公式ルールでは、不正詞と呼ばれる囲碁の握りに近い方法が採用されている。不正詞のやり方は、引き分けありの対局と引き分けなしの対局でそれぞれ異なっており、以下のように決まっている。実力差がある場合にはハンデをつけて対局することもできる。ハンデ戦では、実力差に応じて、次のように盤面の隅に黒石を置いた状態からゲームを開始する。 ハンデ戦の場合は、下手が黒番を、上手が白番を持つが、通常の対局とは異なり、白番、上手の先手で対局を開始する。現在普及しているオセロのパッケージは、日本オセロ連盟元会長の長谷川五郎が、く田オリジナルに持ち込んで1973年に発売されたものである。長谷川がオセロを開発するに至った経緯については、本人の説明が、 二点三点しており、定かではない。特に、オセロのルーツについては、という二つの説がある。長谷川は、オセロのパッケージが発売された当初は、前者の説明をしていたが、2000年頃からは、後者の説明をするようになっている。また、日本オセロ連盟の公式見解も同様であり、当初は、前者の立場であったが、長谷川からの指摘を受けて、 後者の立場に改めている。リバーシについては口実するとして、ここではひとまずハサミ語を起源とする説に依拠した歴史を紹介する。近年の長谷川の主張によれば、オセロのルーツは、第二次世界大戦が終わって間もない1945年の夏に、水戸市で長谷川が考案した簡易語ゲーム、ハサミ語である。なお、水戸市はこれに基づいて、 オセロ発祥の地を自称し、オセロにまつわる様々なイベントを開催している。長谷川によれば、当時の長谷川は、相手の石を囲んだら取れるという囲碁のルールがよく、わからなかったため、相手の石を挟んだら取れるという簡易ルールで遊んでいた。その後、石を取るのではなく、相手の石を挟んだら自分の石と置き換えるというルールに改良し、現在のオセロに近いものとなった。 さらに、自分の石と置き換える作業を簡単にするため、ご石ではなく、表裏を黒白に塗り分けた紙の石を裏返すという、アイデアに至った。長谷川は、中学、高校、大学にわたって、このゲームを給油とプレイしていたが、大学卒業によってその機会がなくなり、ハサミ後は一旦姿を消すことになった。これが二千年頃から長谷川が主張するようになった、オセロの起源である。 ただし、1990年代以前の文献では、長谷川はこのハサミ語について触れていない。1964年当時、東京都で製薬会社の営業として仕事をしていた長谷川は、会社の同僚の女子社員たちから何かゲームを教えて欲しいと頼まれた。長谷川は、以後、将棋ともに五段の腕前を誇り、最初はこれらのゲームを教えたが、 難しすぎるとのことでうまくいかず、そんな折に少年時代に考案したハサミゴのことを思い出した。そこで自宅で妻と家庭の牛乳瓶の紙蓋を集めて石を自作し、女子社員たちにルールを教えたところ、彼女らが昼休みにこのゲームを楽しむようになった。さらに営業先の病院でもこのゲームを紹介したところ、入院中の患者の時間つぶしやリハビリテーションに、 使えるとのことで好評を博した。長谷川が担当していた、ある病院の医局長からは、このゲームは、社会復帰を目指す患者のリハビリに適し花があると、太鼓板を押されたという。手応えを覚えた長谷川は、仲間たちと共に実験、研究を繰り返し、このゲームを、さらに改良することにした。当初は自作の八九の板を使っていたが、1970年10月に、 メルク社、西ドイツの製薬会社からチェスセットが日本の薬品関係者に送られると、長谷川はこの八八のチェス板を採用して、チェス板にあった牛乳瓶の紙蓋を使用するように言った。さらに、当初は関節バサミでも石を返すという現在よりもやや複雑なルールを採用していたが、直接バサミのみに限定した、簡明なルールに変更した。これにより、 1970年頃、東京で、現在のオセロと同様のゲームが完成した。完成したゲームには、当色炉と白の石をパンダに見立てて、ランランカンカンという名前、上野動物園で人気となっていたパンダのカンカンとランランに由来が検討されていたが、長谷川の父親で、旧西ミと高等学校、水高の英国文学教授であった、長谷川志郎の発案で、 オセロに変更された。これは、長谷川志郎の専門分野である、英国文学の代表作、シェイクスピアの戯曲オセロに由来したものである。1972年、長谷川が、玩具メーカーの佃オリジナルにオセロを持ち込んだところ、これが認められ、商品化されて販売されることになった。商品企画部門の責任者だった枠井武氏によると、当時玩具に対して、 キャラクター以外のロイヤリティを払うという意識が業界にはほとんどなくオセロにもパテントは付いていなかったがくだオリジナルのオーナーはおもちゃはアイデアだからと支払いを認めたという玩具業界には子供向けのボードゲームは4人以上で遊べるべきという意識があったため二人用ゲームであるオセロは大人をターゲットとしてパッケージ表面にはタバコやライターを映したデザインが採用された 価格は2200円に設定された。1973年4月25日、オフィシャルオセロが発売された。その初期ロットは在庫を残さないよう3000個で、経費の都合でテレビ宣伝も打たなかったものの、百貨店の店頭などで実演販売をすると着実に売れていった。これに自信を得た枠井がその年の年末商戦に向けて、テレビ CM、 ドンキーカルテットのジャイアント吉田を、起用を制作したところ、オンエア後の10月からの3ヶ月間で38万個、翌1974年に120万個、以上、1975年に280万個が、売れる大ヒット商品となった。日経流通新聞、現、日経 MJ のヒット商品番付では、1973年、 1974年と2年連続で大関に選出された。1977年にアメリカ合衆国でも発売され、その年のうちに100万個が売れたという。なお、A-minute ラ learn、A-lifetime 2 master のキャッチフレーズは、この時にアメリカ側で考案されたものである。また、1973年から全日本オセロ選手権大会が開催されていたが、 アメリカでの発売が開始された1977年からは世界オセロ選手権大会も始まった。2002年、くだオリジナルはバンダイの子会社となり、2003年3月には和久井が経営する和久井コーポレーションと経営統合してパルボックスとなった。さらに2005年にはパルボックスはバンダイの子会社メガハウスに統合し、2019年、現在は メガハウスがオッセロを販売している。なお、アメリカではゲーブリルが最初の販売元だったが、その後数社の変遷を経て、2007年時点ではマテルが欧米での販売権を所有している。枠井によると、2007年時点でもオセロは年間40から50万個は売れ続けているという。オセロとよく似たゲームにリバーシ、リバーシ、レバルシー、原平語がある。 リバーシは1870年にイギリスのジョン・モレット、ジョン・モレットが考案したアネクゼーションというボードゲームを改良して1883年にイギリスのルイス・ウォーターマン、ルイス・ウォーターマンが開発した。アネクゼーションとリバーシは盤面の形などが異なる。なお、モレットとウォーターマンとの間で権利関係の争いがあり、訴訟となったがアネクゼーションとリバー氏は細部に 違いがあるものの、挟んだら裏返すというゲームの本質部分において、同一であることが認定され、モレットが勝訴している。リバーシュは1888年に商品化され、早くから日本にも輸入された。幼少期の上皇秋人も父の昭和天皇とリバーシュで遊んでいた。オセロとリバーシュの最大の違いは、オセロは黒白の石を用いるが、リバーシュは原則として、 石刻の石を用いるという点である。ただし、リバーシの石の色は厳格に決まっていなかったため、石刻以外の色のものも存在している。例えばオセロ発売以前の1969年にイギリスで刊行された書籍に黒白のリバーシが掲載されている。また、日本では、原平語という名前で原平の旗の色をモチーフにした紅白の石を使うこともあった。 ゲームの基本ルールについては、基本的にオセロと同様である。日本ではオセロが発売されるまでリバーシの統一団体がなかったため、などについていくつかのローカルルールが存在していた。リバーシが考案された当初の正式なルールは不明だが、1907年に編纂された世界遊戯法大全では、現在のオセロと完全に同一のルー、ル、初期配置は互い違い、 打てる箇所がなければ、パスが定められている。なお、盤面の大きさについては、88が標準とされているが、パーフェクトリバーシという名前で重々のものも、販売れていた。この点は、88を標準としつつ重々の盤面を、グランドオセロという名前で販売していたオセロと全く同様である。オセロとリバーシとは、類似したゲームであるため、 オセロは先行するリバーシに基づいて開発されたのか、それとも別々に考案されたものが偶然似ただけなのかという点がしばしば議論される。この点については、オセロ開発者の長谷川五郎の説明が一貫しないため、真相は不明である。1973年に筑田オリジナルからオセロを発売した当初、長谷川はリバーシがオセロの原型であると認めた上で、 名称、用具、環境などを整備したものがオセロであるとしていた。長谷川は、ゲームの面白さは、ルールが3分の1、名称、用具、環境などの要素が3分の2を占めることを指摘し、校舎が不十分であったリバーシは、子供の玩具以外の何者でもなかったが、オセロはすべてを整備して、大人でも遊べるゲームとして完成させたものであると、アピールしていた。それに対し、 2000年頃からは、長谷川はリバーシに触れることなく、1945年にミトで小石を使って自身が考案したハサミ語がオセロの原型であると主張するようになっている。長谷川五郎が設立した日本オセロ連盟も同様であり、連盟の委員であった長谷川明によると、連盟のウェブサイトには当初、オセロの起源はリバーシと明記していたが、 会長の長谷川五郎からリバーシについて触れないように指示され、戦後、三戸、小石という長谷川五郎によるハサミ語を紹介する文章に改めたという。それまで、長谷川五郎は自身が考案したハサミ語の存在について言及していなかったため、長谷川明は、長谷川五郎から突然、戦後、三戸、小石という話を聞かされて驚いたと述べている。このような経緯に基づき、 オセロは、長谷川と、佃オリジナルによるリバーシの盗作であると批判する。専門家も一部に存在する。例えば、パズルゲーム研究者の田中淳氏は、リバーシは、大正時代から日本でも、原兵語として親しまれており、玩具メーカーである、佃オリジナルがこれを知らなかったわけがないから、悪意を持って、名前を変えて発売したのではないかと指摘している。また、 ボードゲーム研究者の草場淳は、オセロとリバーシの違いは、初期配置のみであるとした上で、長谷川が、初期配置を互い違いに限定したのは、リバーシの解約であると厳しく批判している。もっとも、事実関係は不明である上、万が一盗作であったとしても、長谷川がオセロを発売した時点ですでにリバーシの、開発者はこの世におらず、特に権利関係が問題視されることはない。また、 発売当初に、長谷川が主張していた通り、現在のオセロの交流は、ゲーム性のみならず、名称、用具、環境を伴った、長谷川の構築したブランド力によるものであり、先行するリバーシュを上回る、世界的認知度を得ている。以上の理由から、オセロの原型を、リバーシュとする場合であっても、長谷川を、中高の祖として位置づけ、その功績を高く評価するのが、一般的である。 現在では、石黒の石を用いる。本来のリバーシは、オセロと比べて、競技人口が著しく減っており、代わって、オセロの別名として、リバーシという言葉が使われることが増えている。アメリカオセロ連盟によれば、これは、オセロの商標権との定触を避けるために、リバーシの名を借りて、オセロと完全に、同一、黒白の石のゲームを販売するメーカーが存在するためである。 1973年のオセロ発売当初、オセロという商品名は商標として黒白の石や緑の盤面などのデザインは衣装として共に登録されて権利保護の対象となっていた。ゆえに当時は長谷川が商品化を持ち込み販売を大学した筑田オリジナル以外の他社はオセロの名称はもちろん黒白の石を用いるデザインも無断で使用することができなかった。 その後、衣装券は保護期間の20年が満了し、他社でもオセロと同様の黒白の石のゲームを販売することが可能となったものの、商標券は2019年現在も保護されているため、他社が販売する場合にオセロの名称を使用することはできないままである。そこで他社が販売する場合には黒白の石を使用していても、リバーシの名称を使用することが一般的とな、いる。 他に白黒ゲームなどとする場合もある。リバーシュという名称でのオセロと同様のゲーム、黒白の石を使用はインターネット上でのオンライン対戦を含むコンピュータゲームのほか、安価なポータブルゲームとしてコンビニエンスストなど小規模な店舗などでも見られる。ただし石のサイズ等はオセロの公式規定とやや異なることもある。マイクロソフトウィンドウズには リバーシュという名称でのオセロが、Windows 3.0までは標準で付属されていたが、Windows 3.1以降は付属されなくなった。その後、Windows 目及び Windows XP では再びゲームとしてインターネットリバーシュが付属されていたが、Windows Vis 対抗では付属されなくなった。リバーシュの他にオセロに先行する類似ゲームとしては、NIP と呼ばれるものもある。は、 円形の盤面を用いるという点に、オセロとは異なる特徴がある。ニップがどのような経緯で生まれたものか詳細は明らかになっていないが、1933年に松本いよいよ除名儀で実用新案登録がなされている。メガハウス、旧佃オリジナルによるオセロ版の公式バリエーションは、これまでに様々なものが発売されてきた。代表的なものは、 以下の通りである。このほか、通常の88オセロについても、以下のように、プレイヤーの便利を図るために、様々な工夫を凝らした製品が順次追加されている。また、視覚障害者向けに触って、石を識別できたり、指の障害などで石をつまめない人がバンと一体化した、石を回したりして楽しめる、タイプ、上表の、大回転オセロもこれに該当するも開発。 発されている。現在は、コンピュータゲームや、スマートフォンゲームが、全盛の中、アナログゲームの売り上げは減少しており、オセロもその例外ではない。アナログのボードゲーム販売強化手法の一つとして、オセロと他の家庭用、ボードゲームを一緒にして販売されるケースも多い。この場合、オセロ石を活用して様々なバリエーションの派生ゲームが課されるケースもある。例として、 オセロの石を使って、マス目の少ない囲碁、おはじき、積み木崩し、トランプのチップ等で遊ぶケースがある。もっとも、日本オセロ連盟が公式にルールを定めているものでは、ない。オセロは、全日本オセロ選手権、大会、1973年や、世界オセロ選手権、大会、1977年など、幅広く大会が行われている。 1> 第1回世界オセロ選手権大会は日本の東京都で開催された。また、10回、20回、30回、40回の記念大会はいずれも日本で開催されている。記念大会は第20回大会までは、長谷川五郎が1970年頃に現在のオセロのパッケージを開発した東京で開催されていたが、記述の通り2000年頃から長谷川が オセロの発祥は1945年に茨城県水戸で自身が考案したハサミ語であると主張するようになったことを受け、水戸の語呂合わせとなる2006年の第30回大会を機に、それ以降は水戸で開催されている。なお、水戸市はこれ以降、オセロ発祥の地を名乗っている。2019年の第43回大会は当初香港で開催予定だったが、 逃亡犯条例の改正案をめぐるデモによる混乱を避けるため23年ぶりに東京で開催された。日本は同大会で2019年までに個人戦で32回、団体戦で17回の優勝を誇り、いずれも世界最多である。オセロには様々な戦術が知られている。これらの戦術のほとんどはオセロのパッケージを開発した。 長谷川五郎によって整備された。ここでは、標準的な戦術書で、よく解説される概念を説明することで、オセロ戦術の全体像を概観する。オセロの序盤の進行は、双方がある程度の実力を有していれば、考えられる手が限られており、いくつかの決まったパターンに分類することができる。これを、定石という、上級者同士の対局では、 基本的な定石を双方が覚えた上で、細かい駆け引きを行いながら序盤が進行する。定石には、盤上の石の形を動物に見立てて、動物の名前が与えられている。これらの名前の大半は長谷川が考案したものである。定石は、二手目までの進行によって、縦取り、斜め取り、並び取りの三つに分類されている。オセロは、 最終的に多くの石を残した側が勝ちとなる。しかしながら、途中の局面で石が多いからといって有利というわけではない。多くの場合は、その逆であり、石が多すぎる側は不利となる。なぜならば、オセロでは、相手の石を挟まなければ着手できないため、挟む対象である相手の石が少なければ、着手可能な箇所も必然的になくなり、 本来打ちたくない箇所に打つしかなくなってしまうからである。自分の石の周りを相手の石が取り囲んでいるような状態になれば、自分はどこでも着手できるが、相手は着手できないと状況になるから理想的である。このような観点から、中割と一石返しはオセロの基本戦略として有名である。中割は周囲のほとんどのマスを他の石に囲まれている。 相手の石だけを挟むように打つことである。一石返しは相手の石を一つだけ挟むように打つことである。中割は自分の石が相手の石で取り囲まれるようにする手であり、一石返しは自分の石を必要以上に増やさない手であるため、講師を見つける基礎的なテクニックとなっている。オセロで勝つために大切な要素の一つとして隅がある。 オセロ版の内四隅のマスについては、挟むことができないから、一度席が置かれてしまえば、色が変わることはない。また、隅から連続して、複数のマスに同じ色の石が置かれている場合も、挟むことができない場合がある。このように、挟むことができないから終局まで絶対に、色が変わることがないと確定したいし、確定席という、確定席を増やしていくことは重要である。 隅と関連して重要な概念として C と X がある。隅と縦横に隣接したマスが C、隅と斜めに隣接したマスが X である。当然のことながら C や X に自分が石を打たなければ相手に隅を取られることはない。したがって初心者の間は C や X を極力避け、相手が C や X に打ってきたら隅を取りに行くという戦術がよく使われる。 しかし、初心者を脱すると、あえて X に打って、相手に隅を取らせた上で隣接する大量のマスを自分のものにするといった勝負詞も必要となってくる。いずれにしても、隅、C、X に関する攻防は、初心者から上級者まで注目されるポイントである。終盤戦において重要となるのは、まずは先を読み切って、地道に石を数えることである。石を数えることの他に、 ある程度類型的に判断される要素として、互いに隣接する空きマスの数が挙げられる。例えば C が1マスだけ空いており、その周辺の隅や X など全て埋まっている状態を考える。ここで C に打ち込めば、周囲の石を自分の色に介した状態となり、周囲に空きマスがないことから相手にやり返されることなく、 終局までこの付近のマスの状態は変化しないと考えれる。したがって、この C 打ちは、このマスの周辺においては自分が優位となるである。このように隣接するマスの中で最後の一つとなった空きマスに打ち込むことを手止まりと言い、終盤戦では手止まりを打つのが一つの目標となる。偶数理論は手止まりをたくさん打つために有効な理論である。これは、 互いに隣接する空きマスの数をそれぞれ偶数に調整することを意識して打つというものである。偶数の空きマスのどこかに相手が打てば空きマスは一つ減って奇数となるので、すかさず自分もそこに打って偶数に戻す。これを繰り返すことで空きマスが一マスの時に必ず自分の哲いとなるら手止まりを打つことができる。終局までパスがなければ、高校である白番は、 偶数理論を使って手止まりを多く打つチャンスがあるため黒番よりも有利だとする考え方もある。一方で白番が打てない空きマスを作ることで黒番が偶数理論を逆用する逆偶数理論などの戦術もある。なお理論上オセロはコンピュータによる完全解析がなされれば黒番必勝、白番必勝。 引き分けのいずれかの結論が下せるはずであるが、いまだに結論は出ておらず、黒板が定石を主導できることがあるため、黒板を得意とする者も,もいる。オセロはルールが単純であるため、古くからプログラミングの教材として、あるいは実際の製品として、コンピュータ上で開発されてきた。1980年には、家庭用ゲーム機であるあたり2600用のオセロが発売されている。また、 アスキーによりオセロプログラムを対局させるマイクロオセロリーグが企画され、その模様は記事として掲載された。1986年には同社からオセロを題材とした思考ゲームのプログラミング解説書も出版された。当初はコンピュータの性能が低かったため、コンピュータは人間の上級者には歯が立たなかった。しかし、 ハードウェアの進歩とソフトウェアの改良に伴い、徐々に終盤でコンピュータの正確な読みが力を発揮するようになった。1997年、コンピュータオセイロのプログラムであるロージステロが、当時のオセロ世界チャンピオンだった村上健、球団と対峙、六勝礼敗という圧倒的な成績を残した。それ以前からコンピュータオセロの実力は人間を超えていると考えられていたが、 この対局によって、この事実が公式に確認された。主要なボードゲームでは、1994年に、チェッカー、1997年に、チェス、2017年に、将棋と囲碁で、コンピュータが人間の世界チャンピオンを破っており、これは概ねゲーム機複雑性の低い順と、同様ある。現在では、トップレベルのオセロプログラムに人間が勝つことはまず、不可能と考えられており、 それどころか例えばスマホで動作する無料のオセロプログラムであるゼブラであっても勝る人間はほとんどいないとされている。オセロの番を NN に一般化した場合、ある局面で黒番か白番のどちらが必勝であるかを判定する問題はプスプイス完全であることがわかっている。オセロよりも複雑性の低いチェッカーについては、双方の最善手がすべて解明されているが、オセロ。 通常通り88の盤面を用いるオッセロは2019年時点で未だに完全には解明されていない。盤の大きさが44あるいは66のケースはすべて解明されており、例えば66のケースについて双方が最善の手順を取った場合、16対20で後手が必勝となることがその手順とともに明らかに、されいる。令和元年、吉田拓心が開発した。 最弱オセロが公開された。従来のプログラムでは勝ちを目指すものであるが、この最弱オセロは全くの正反対になっており、人間が負けるのが難しくなってる。5. おさむき